アンドレー・クラマリッチは、クロアチア・ザグレブ出身のサッカー選手。クロアチア代表。TSG1899 ホフェンハイム所属。ポジションはフォワード。クロアチア6歳で NK ディナモ・ザグレブのユースチームに入団した。ユース時代には、クラブ歴代最高となる452ゴールを記録した。18歳でトップチームに昇格すると2009年5月24日、NK。 ザグレブ戦でトップチームデビューを果たした。2090シーズンには背番号9を与えられ開幕戦の NK メジムリエ、戦では2ゴールを決めた。UEFA チャンピオンズリーグでは FC ピュニク、エレバン戦に出場。レスター・レスターシティでのクラマリッチ2015年1月8日、レスターシティ FC に移籍。ホッフェンハイム2015から16シーズンは、 岡崎慎次にポジションを奪われる形となり、2016年1月20日、レスターでの出場機会減少を理由に、TSG1899 ホッフェンハイムに、期限付き移籍。シーズン終了後に完全移籍した。加入後3シーズン連続で2桁ゴールを挙げて、チームに、貢献、2019から20シーズン、6月28日の、 ドルトムント戦では50分間で4ゴールを奪うなど、リーグ戦では怪我でわずか19試合に出場ながら12ゴールを挙げた。2020から21シーズンのリーグ戦では20ゴールを挙げた。クロアチア代表として、各年代で代表招集を受けており、UEFAU-17 欧州選手権2008や UEFAU-21 欧州選手権2011にも出場した。 2014年9月4日のキプロスとの親善試合で A 代表デビューし9月9日の UEFA ユーロ2016予選マルタ戦で代表初得点を挙げた 2018FIFA ワールドカップを戦うクロアチア代表の本大会メンバーにも選出され決勝にも出場した国際 A マッチ27試合初得点ありがとうございます